さあ続いては警視庁からのお知らせです。今年に入り中高生の保護者からメンズ地下アイドルに関する相談が多数寄せられています。このメンズ地下アイドル、繁華街でのビラ配りや SNS で営業勧誘をしているケースがあり、一部のライブ会場ではチェキ撮影、デートなど有料オプションへの過剰な支払いが見られ、トラブルが急増しています。こちらをご覧ください。無料ライブ、わーい。チェキ1枚1000円だけどどう？エイコはほんと可愛いな。また会いたいな。もっとチェキ取りたい。でもお金がない。家のお金の持ち出しやパパ活、援助交際などによってお金を稼ぎ、お小遣いたくさんゲット、推しに会える。過剰なメンズ地下アイドルへの推し活は金銭の浪費、生活の乱れにつながります。中高生など若い世代がのめり込むケースもあるようです。お小遣い欲しさから犯罪に巻き込まれるケースも考えられるため、警視庁では不安を感じたら少年育成課へ相談するよう呼びかけています。お気をつけください。